取らせてよ。いつでもお前のこと考えていたいんだよな。いいだろ。空気悪くなるの嫌だしな。断って浮気されたらどうしよう。確かにその場の雰囲気を壊したくなかったり、根が優しい人だと断れないこともあるかもしれないが、一度やってしまえばどんな形であれエスカレートする上、そんなのを欲しがる相手とは長続きしないはずだ。ねえ、エチエチな写真5枚送ってくれたら電話してあげてもいいよ。15枚なら直接会うことを考えてあげる。本当？私会いたい。自分にとって一見利益になるような場合はつい送ってしまいそうになるかもしれないが、送っている写真はポルノ写真だけではない。自分の今後の人生、そして弱みを直接相手に送っているということを自覚してほしい。この人は絶対にそんなことしないはず。ありがとう。俺たちだけの秘密だよ。相手を信じて送ることもあるかもしれないが、もしそれが通用するならば、借金を肩代わりさせられている人はこの世にいないだろうね。は？別れる？何言ってんの？ガチで別れるなら写真ネットに流すよ。え、何言ってんの？嫌なら別れるとか言わないでよ。もしも撮らせてしまった場合や送ってしまった場合、リベンジポルノは相手に告知なしで流出させることは少ない。送らせた側や撮った側は弱みを握っていると理解しているから、自分が不利にならないようにそれを利用して脅してくる。大体は別れ話や縁を切りたいといった時、関係をやめたいと相手に伝えた時に脅されることが多い。そういう時はまず脅された事実が分かるようにやり取りをスクリーンショットするということが大切だ。電話で脅される場合は着信履歴をスクリーンショットしておこう。ただこちら側も相手が激高しそうなことを言う前に、相手に性的写真を撮らせたか送ったかを一度考えてほしい。確実に撮らせたまたは送ったという場合は、相手が話がしたいと言ってきたらなるべく文章で送らせるように誘導しよう。ねえ、本気？ちょっと今話せる？電話じゃなきゃダメ？そっちがその気ならこっちにも考えがあるんだけど。どういうこと？こんな風にね、文章は証拠として残しやすいため誘導するのは非常に有効だ。もしどうしても電話じゃなきゃダメと言われた場合は、アプリのダウンロードをしてと。よし、かかってこい。通話を録音するアプリをダウンロードして通話を録音しよう。相手と話をする前に一度テストしておくのも重要だ。あの、すみません、実は私脅されてるんです。証拠をつかんだら行く場所は警察だ。交番ではなく警察署に行くといいだろう。嘘、最悪、どうしよう、どうしよう。もし実際にリベンジポルノをされてしまった場合は、1秒でも早く動くことが重要だ。まずしたいのが相手に画像の削除を求めること、プロバイダーに削除依頼をすること。相手の連絡先しか知らない場合は録音した上で電話をかけたりメールなどの